ご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。ぜひこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。小豆島編第2話お届けします。現在地は小豆島のこの商工の近くにあるこちらのビジネス民宿マルセさん。現在の時刻が夜の10時です。約束の時間を1時間以上過ぎてます。なのでまずはこちらのお宿で一泊させていただいて、しっかり休養をとって、夜が明けましたら小豆島の観光を存分に楽しみたいと思っておりますので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速チェックインします。チェックイン完了です。2階のこちらのお部屋です。今回のお部屋、こんな感じですね。毛布もあるし、テーブルの上にお菓子が置いてあります。あそこには部屋着一揃い揃えてあります。こんなに快適に見えるのに、軽食までついて一泊4300円。素晴らしい。うまい。おはようございます。昨日一晩過ごさせていただいたビジネス民宿マルセさんのチェックアウト終わりまして、いよいよ本格的な小豆島観光を始めたいと思います。で、マルセさんのすぐそばにはこの商工のターミナルがあるんです。小豆島における都農省が繁華街のような地域だと聞いているんで、結構面白い観光名所がいっぱいあるんです。早速見つけました。ご紹介したいと思います。まずはこちら、太陽の贈り物。このモニュメントから少し左側に視線をずらしてあげると、遠くにこの小豆島発祥のごま油のメーカー角屋さんの工場もあります。そして先ほど見ていただいた太陽の贈り物のすぐ近くに、小豆島を代表するあの小説を題材としたモニュメントもあるんです。あちらに、この商工の高松、手島、宇野行きの高速艇乗り場があるんですが、そこからわずか30秒のところに、小豆島出身の小説家、坪井栄さんが原作の二十四の瞳をモデルにしたモニュメントがあるんです。平和の群像と言います。よく見たら、モニュメントの周りにオリーブの木があって、ちょっとした癒しを感じます。都農商工から少し離れたところにギネスに載った面白い場所があるので、今から行ってみようと思います。この映像を撮った2023年4月5日なんですが、夕方から雨が降る予報になってまして、ですから朝からずっと雲に覆われた状態なんです。天気の方が心配なんですが、それまでには次の目的地高松に移動してしまうんで大丈夫だと思いたいんですけれども、もうそろそろギネスに乗った観光地見えてくると思うんです。あれなんじゃないかな。ここです。ドフチ海峡。
小豆島が誇るギネスに載った世界一狭い海峡です。昨日福田港から友庄にあるビジネス民宿マルセさんまで案内してくださったタクシーの運転手さんが僕が感心するほど物知りでして、この独自海峡も見て帰った方がいいよとおすすめしてくださった小豆島の観光名所の一つなんです。さっきは逆方向から見ていたので改めて見ていただくとこんな感じなんです。正直なところ東京都内でも桜が散り始めていたので桜はあまり期待しない方がいいのかなと諦めていたんですが、あちら見つけちゃいました。ドフチ海峡のすぐ近くでこんなにも元気に咲いてる桜の木がたくさんありました。徒歩での小豆島散策最後の締めくくりに、小豆島といったらこれしかないんじゃないっていう一番のビュースポットをお見せしたいと思います。ここ西光寺さん、小豆島の霊場88箇所の58番目の霊場なんだそうです。今回は見ていただくだけですけどね。小豆島国際ホテルさんという大きなホテルまで来ました。なんでこのホテルをお見せしているかと言いますと、最後にご紹介する天使の散歩道、通称エンジェルロードがこの道の先にあるからなんです。それではエンジェルロードに向かいます。エンジェルロードのすぐ近くまで来ました。この先に約束の丘展望台というエンジェルロードが一望できる展望台もあるらしいんで、早速探索スタートです。ガチャガチャあるみたいです。1回300円だそうです。それにしても海が綺麗です。ここがエンジェルロード。どうやら徒歩で行けるのは今回はここまでみたいです。海の水が引いていないので、あちらに見える弁天島には徒歩で渡れそうにないです。風が出てきました。そしたら約束の丘展望台、この丘の上にあるんで、もう一度このエンジェルロードを見たいと思います。恋人の聖地約束の丘展望台、この先を上がっていくわけです。約束の丘は夜間危険のためご遠慮くださいと注意事項が書いてあります。この場所24時間いつでも立ち入りができるんですが、約束の丘に関しては夜間はどうやら照明もないので立ち入ることは控えてくださいということみたいです。約束の丘展望台までやってきました。風が強くなってきたので帽子を押さえながら喋るプレーをお許しいただきたいんですが、この眺望の素晴らしさは月並みですがやばいです。
今回は小豆島のトノショウエリアのギネスに載った世界一狭い海峡トフチ海峡と現在僕がいる約束の丘展望台、そしてエンジェルロードを中心に見ていただきました。どうだったでしょうか？今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の小豆島編第3話なんですが、レンタルバイクを借りましてもっと広い範囲で小豆島を観光してみようと思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。